武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、福井大学の英語の、問題について話していきたいと思います。医学部医学科ではない、通常の英語ですね。こちらが、時間100分で大問が3題、出題されており、うち2題が読解問題、1題が英作文の、自由英作文という形になっております。で、まず読解問題に関してですが、こちらは、一般的な国立の、問題よりも、若干マークの問題などが多くてですね、記述対策が、そこまで多くない、形式、になっております、多くを必要としないですね。で、ただ、どのみちその記述の問題が解けないと、さすがにそのマークの問題だけで合格点を持っていくのは厳しいかなと思いますので、センターの英語終わってる前提だったら国公立標準問題集キャンパス、こちらをしっかりやり込んでおけばいいでしょう。ただ日本語説明がそもそも日本語でも書けないという場合であれば、現代文読解力の開発講座などを使って日本語を書く練習を少ししておいた方がいいかとは思います。で、英文そのものは割と基本的なものではありますので、あとは本当に記述の形式に答えられるかどうか、そこなので、まず読めないという場合には基礎のやり直しをして、で答えられないという場合には、先ほど言ったようにキャンパス、などで、練習しておくといいでしょう。で、自由英作文が、ちょっとくせ者で、難易度そのものが高い、ことを要求される問題ではないんですが、ただワード数が、100を、超えるようなワードを要求される、問題にはなっておりますので、これはちょっとさすがにそのぐらいの長さを書く練習しておかないと、難しい英語の表現を使わなくても書ける文章ではあるんですが、ちょっと対応は厳しいかなと思います。なので、まずは和文英訳、英作文ハイパートレーニングの和文英訳などを使って、一通り例文を叩き込み、その上で英作文ハイパートレーニングの自由英作文をやり込んで、その後は過去問を徹底的にやって、このワード数を対応できるように、という点を心がけておきましょう。正直その高校生が使うものではなく、中学生の英作文などの参考書でもここで要求されている回答なんではある程度は書けなくはないかなとは、思いますので、最悪時間なければもう文法の確認などして出たとこ勝負でやるっていう手がなくはないんですが、ただそれやっちゃうと結局そのよほどその読解の方で点が稼げてないと英作文がちょっと減点食らうと厳しいかなと思いますので、できるだけそちらの英作文対策をしておく方がいいですが、最悪無対策で挑んでもある程度はなんとか減点食らってもしょうがないぐらいの覚悟で書けば書けなくはないかなというのも難易度になっています。ただ余裕があればやはり英作文の作文参考書をしっかりやっていくように心がけてください。以上が英語の勉強となります。